老犬榊紅葉チャンネルです。今回の動画は散歩の効能をテーマしました。リハビリ拒否の方を散歩に誘ってみましたということでお送りします。よくあるパターンです。入所したばかりの方は指定がなかったり環境の変化に弱かったりします。また運動能力の高い方も結構います。こういう方はよく見られがちなのが、やはり自室に引きこもりがちになってしまったりします。また、運動能力が高いので、運動するリハビリに誘っても、なかなか拒否的な方はもう出てきたりします。そして今回、まさにこのような方がおられましたので、散歩に誘ってみました。今回は、ご利用者様の生の声を聞いていただきたいので、BGM 等は入れませんでした。それでは、どうぞ。でしょ。この幸せだと思わなかった。よかった。散歩できると幸せだよね。そう、私まだね、足の方は達者なのよ。本当。ね。あら、本当だ、ね。ギリギリ咲いてギリギリ咲いてる。この土日でね、多分ね、散っちゃいますが、今日が最後のチャンスか あ、も。そう。隣あもら、ね、よかった。よかったでしょ。あれも咲いてるでしょ。あれも咲いてる。ほら、ほら。綺麗だね。すごいでしょ。綺麗だ、綺麗だ。もうちょっと行きますかね。ほら。いい桜でしょ。ほら、ほら、ほら。なあ。いいね。いいでしょ。ありがとあ、な。いいえ。いやー、助かった。こんな綺麗な桜見られるでとはし思わなょ。かった。ねバカババアでよ。え。いいえ。で、この赤いのがね、散歩コースの赤いところで帰りましょはい、わかりう。ました。はーい。いやー、幸せだわー。なんて幸せなんでしょこんな喜んでもらえたら嬉しいです。本当だものだっけ。本当？私ね、お世辞使えなくてダメなのでもね、よ。お世。あら、幸せだわ。ありがとうございます。よかったよかったでしょ。はわ。い、じゃあ、ここに来てください。ここね。あ、ここから出てきたんだっけそう、そうか。です。あら、これも忘れるんだからね、ババでいや、ね。大丈夫、大丈夫。はい、帰るよ。そしたら、ね、あの赤いのがエレベーターなんで、エレベーターまで歩いてってください。動画をご覧になっていかがでしたでしょうか。ここで今回の散歩における効能の一例をご紹介します。まずは散歩は運動になります。散歩をすることによって脳が活性化されます。気分転換やメンタルが安定してきます。そして動画をご覧になっていただけると分かりますように、会話やコミュニケーションが広がります。そして会話をこのように習慣化させることにより、見当識といって体内時計の向上も図れると思います。散歩にはこれ以外にも様々な効能があると思いますが、今回見ただけでもこのようなことが見られたと思います。ということで今回は散歩の効能について動画にしました。ご視聴ありがとうございました。